スレチックスの藤浪晋太郎投手が19日、オリオールズにトレードで電撃移籍することが決まった。藤浪はこの日、レッドソックス戦では出番なし。試合後、選手の出待ちをしていた男性は、オリオールズへの電撃移籍のニュースに落胆した。藤は好きだけど、トレードデッドラインだから仕方ない、チームは負けてるから。今季27勝71敗で借金44と最下位を低迷、覚醒モードだった新戦力の流出にすっかり嘆き節だった。契約でも起用し続けてくれたアスレチックスには感謝しかない。普通なら序盤で落とされとった。この縁を大切に横田の分まで羽ばたいてくれ。ほんま縁を手繰り寄せる力があるな。普通ならトップに切られとるぜ。藤浪がメジャーで成功したらオークランドには足向けて寝れんよ。ボルチモアで結果を残せんかったら終わるかもしれんし、最近いろいろあった分思い切りやったれ。当面敗戦処理やと思うが、結果を残し続けたら大事な場面の登板が待っとるはずや。オークランドじゃなきゃ見切りつけられてさよならだったがチーム事情にも助けられた。感謝すべきチームだよ。将来またアスレチックスに戻ってきて今度はチームの救世主になってほしい。メジャーリーガー相手に稽古つけさせてもろうたからな。100マイルリリーバーとして覚醒させてくれた。こんな球団はない。シーズン中に弱いチームから強いチームにトレード移籍した日本人は多くない。これはかなり期待されているということ。シーズン中はブルペンピッチャーは数多く欲しいところやがプレイオフはどうやろな。プレイオフでロースターから外れることもある。そうならんように頑張ってほしいが。期待すれば裏切るのが藤浪、あまり期待せず騒がず静かに見守ろうや。これからもやや不安はあるが、ここ最近の活躍がフロックじゃないのは誰もが認めとる、応援しとるで。メジャーならではの考えと行動力やな、良いも悪いもファンの注目を集めれる選手やし、このチャレンジがどうなるんか気になるわ。オリオールズでは勝っとる場面の起用になる、そこで最近のピッチングができるかどうか、期待に応えたらそら大したもんよ。新天地に行っても頑張ってくれ。 SNS で散々言われても頑張っとる姿はほんまに心打たれる。応援しとるで。